はい、不動機です。14回目の今回は何やら冒頭から不穏な空気に包まれています。嫌な感じですが、とにかく先に進めましょう。全体概要ですが、調子が狂いますね。神代下巻の折り返し地点で、なんでこんなに変な雰囲気が漂う動画になってしまったのでしょうか。日本書紀ってもう少し高貴な歴史書的な位置づけだったと思うのですが、私の解釈がおかしいのですかね。とにかく下巻も後半戦へ入っています。前回のおさらいです。ニネギの巫女とはこの花咲夜姫と一夜を過ごしました。すると姫は妊娠を伝えるのでした。おめでたい話ですよ。こんな変な曲でなくて、もう少しおめでたい曲ではダメなんですかね。違いますかね。そういう終わり方じゃなかった。まあそうですね、おめでたい雰囲気ではなかったですよね。うん、怖いですね。まあアンズルより産むが安しで、さっさと終わらせましょう。それでは参ります。日本書紀巻第2、神代天蔵誕生再び。ニニギの巫女とはまだ次回を飲み込めません。え、だってえ、そんなニニギの巫女とを置いて、この花咲夜姫は再びつぶやきます。コマできたようです。この花咲夜姫は続けます。あなた様のお子をどうして勝手に育てられましょうか。ですからご報告いたします。ニニギの巫女とはようやく事態を理解しました。ふう、しかしその言葉を受けてニニギの巫女とはあざ笑いました。まあ本当に私の子ならね。このいたわりのない言葉にこの花咲夜姫はショックを隠せません。なぜお疑いなさるのですか。ニニギの巫女とは言います。いくら天神の娘だからといって一晩で子ができようか。この花咲夜姫はめまいを覚えました。というのも、そもそも母親の大山摘みの神はイザナミの巫女がかぐつちを剣で切り殺した際に誕生した神です。一晩どころかナイフ一本で神は生まれます。それに父親は天神です。その天神の神様パワーを受け継いだ私ならば、一晩もあれば十分に子が産めます。ニニギの巫女とも高尊なのですから、同じような神様パワーが備わっているはず。いえ、もしやそんなお力のない頼りない神なのでしょうか。それとも、いえいえ、もはやそんなことはどうでもいいわ。それよりも今はお腹の子の父親であることをニニギの巫女に是が非でも認知させる必要があるわ。というようなわけかどうかは分かりませんが、この花咲夜姫はこのあと誰もが想像すらできなかった暴挙に出ます。この花咲夜姫は出口のない産屋を建てると、その中に閉じこもりました。そして火をかけ
自身のこもった産屋を燃やしてしまいました。この暴挙にニニギノミコトとその進化の一同は狼狽します。燃え盛る産屋を前にして現場は大混乱です。この花咲や姫は不敬を叫びます。もしお腹の子が他の神の子ならばこの火で焼け死ぬでしょう。しかし天孫のお子ならば必ずや丈夫に生まれましょう。そんな叫びも虚しく、炎はゴーゴーたる火柱を天高く上げては勢いのままに逆巻きます。いつしか産屋は火に飲まれ、その場にいた誰もが最悪の事態を想像しました。その時でした。炎の中から巫女が飛び出してきました。はーい、はじめまして、こんにちは。そして最後に怪人の中からこの花咲夜姫がゆっくりと姿を現しました。この花咲夜姫は言います。この通り、私の巫女たちも怪我もしなければ火傷もしませんでした。天孫よ、ご覧いただけましたでしょうか。この恐怖の光景、いえ、奇跡を目の当たりにしてニニギノミコトと進化一同は恐れおののきます。内心では戦々恐々としていたニニギノミコトですが、そこはさすが高尊です。すぐに気を取り直し口を開きました。ふぅ、ニニギノミコトは言います。私は最初から自分の子だと確信していたよ。ただ一晩というと信じない進化もいますからね。ですがこれでミコもあなたにも神様パワーがあることが証明されましたね。そうだったのですね。よかったですわ。私ったらてっきり信じてもらえていないのかと思ってしまいましたわ。そんなわけないだろ。ははは。そうよね。ふふふ。ははは。ほほほほ。この二柱の神様の愛憎の形がこんな風だったのかどうかはわかりませんが、この後も末永く幸せに暮らしたのかもしれません。そのあたりは日本書紀には記載されていませんのでわかりません。ただもし夫婦関係がこんな風だったとしたら、この花咲夜姫は自分の巫女たちに、あなたたちのおじいさんは天神だから、あなたたちは天神の孫で天孫高孫ですよと教えて育てていてもおかしくないのかなと思います。もしそうだったらですが、この後この子の花咲夜姫の産んだ子供たちは自他ともに認める天孫高孫としてすくすく育っていくのでした。まあこれも諸説ある中のちょっと愉快でホラーな一説としてご了承ください。ちなみにこの時誕生したヒコホホデミノミコト、別名ホーリノミコトが神代下巻の最後の主人公です。そのお話はまた次回にご紹介いたします。さてここで少し休憩しましょう。この花咲夜姫の親の大山摘みの神ですが、作中でもご紹介した通り、イザナギの御事が家具土を切り殺した際に誕生した神様です。他の兄弟神に足原の中津国を平定した仏主の神や竹三日槌の神もいて、以前もご紹介した通りバリバリの武闘派です。そういえばお姉さんの岩永姫も気の強い女性でしたね。この花咲夜姫の外見からは想像もできない豪胆すぎる性格も、その血筋を考えると納得です。さてそんなこの花咲夜姫ですが、鹿児島県の桜島の
地名の由来になっているそうです。なんでもこの花咲夜姫を島の神社で祀っていたから咲夜島と呼んでいたそうで、そこから転じて桜島になったという説があるそうです。他にも諸説あるそうですが、起こると噴火しそうですからなかなか当たっているかもしれませんね。というわけで天孫誕生再びはここまでとなります。次回は山幸彦と海幸彦となります。それでは次回もよろしくお願いします。